ところです。先頭で写真も撮ることができたので、これから中に入りたいと思います。3号車、10号車にございます。またホーム上には売店がございますので、合わせてご利用ください。車内は喫煙個室内以外は通路を含めまして全て禁煙でございます。指定された場所以外でおタバコを吸われますと火災探知機が作動し緊急停車の原因となりますので、おやめください。なんとシャワー券が売り切れでした。はい、では B 寝台のルームツアーをやりたいと思います。まずここラジオが聞けるのかなと思ったんですけど、サービスは終了しているようです。常夜灯と案内灯がつけられるようになっていて、あとアラームも設定ができるみたいです。消しとライトが、あ、ここが消える感じ、1個だけ消えるんですかね。こっちはついてますね。あ、常夜灯というより、右側と左側のライトがこのスイッチでつけられるみたいです。両方つけておきましょう。で、私は1階席なので、このようにホームより若干下なんじゃないかっていう感じのところに、私の席があります。そして、鏡がついていまして、コップ、そして浴衣、枕があります。これはシーツに包まれた毛布ですね。衛生的でとてもいいと思います。で、コンセントは枕元にあります。はい、こんな感じで狭いんですけど、すごく清潔感のあるというか、シンプルで素敵なところだなと思いました。あ、ドアに覗き穴がありますね。これは来客が来た時を、来客というかお友達だったりとか車掌さんが来た時かなと思います。しゃがんで後ろで撮ってるから、ここはしゃがんでめっちゃかわいい。ご利用ください。ご乗車には乗車券の記載です。通常車には乗車券の記載です。通常車には乗車券の記載です。
サンライズ瀬戸号を発車します。ご乗車のお客様、車内を入りください。